暗闇の中、落ちていく感覚がする。でも、もういいです。だって、これは全部。さぞ無念であろうな。まただ。また私の夢に、おかしな格好の女の子。お願いですから、目が覚めるまで放っておいてください。何言ってるの、レイちゃん。これは、夢なんかじゃないよ。そんなわけないじゃないですか。これは夢です。ただの夢です。夢に決まってます。夢じゃないなら、この手に残ってる嫌な感触は何だって言うんですか。お主が妹を殺めた時の感触じゃな。ブスブスブスーって。違います。あんな怪物が出てくるような世界が現実にあるわけないです。怪物か。勇者や勇気のことかの。夢と思うのは勝手じゃが、お主が目を背けようとも、この世界こそある意味では現実と言っていいんじゃがな。勇者、勇気、何を言ってるんですか。それにこんな異様な世界が現実なわけないじゃないですか。ここはお主が言う現実と重なり合う形で存在する、形のない概念的な異世界じゃ。勇者とはお主が怪物といった者たちの総称じゃ。その中でも頭に輪っかのあるものを勇気と呼んでおる。レイちゃんはアナムネシスっていう怖い勇気にこの世界へ引きずり込まれたんだよ。ズブズブって。そうなんですか。わかりました。でも電波の話もあいつの名前も聞きたくないんです。私は寝ていたいんです。この悪夢が覚めるまでもう話しかけないで。妹が生き返る可能性があると知ってもか。お主が殺した未来の魂は今もこの世界をさまよい、奥深くへと沈んでいっておる。この世界の一番奥には大きい歯車があるよ。未来ちゃんが歯車までついちゃったらもう出遅れ。未来ちゃんの魂はそこで綺麗さっぱり消滅。じゃが、お主がわしらと契約し妹の魂を見つけ出せれば、よみがえりできんこともない。よみがえり、契約って。よみがえりを果たしたければ妹の魂を見つけ出した上で。このイデアを、そうじゃな、ここにあるものを含めて7つ集めることじゃ。イデア、その光の結晶を7つ集めれば未来を生き返らせてくれるんですか。そうじゃ。じゃがこれはただの石ではない。イデアを集めるにはお主の全てを捧げる覚悟が必要じゃ。全て。でもでも、よみがえりを叶えてあげる権利はそもそも僕らとの契約が前提だけどね。契約。お主には我らの代行者になってもらう。代行者になって僕たちの言う通りに働けばいいの。代行者であるための試練として死ぬまである仕事をしてもらうがな。では
選んでもらおうかの。わしと僕と契約する？そんなの選択の余地がないじゃないですか。それがどんなに理不尽なものだとしても、私はこう答えるしかないんです。契約します。だから未来を、妹を助けて。契約成立。手首に何か。契約が成立した証の紋章じゃ。あ、それもう一生消えないから。レイちゃんの体を僕が傷物にしちゃった。そんな、勝手に。そろそろお家に帰らないとね。またね、レイちゃん。待ってください。未来はどうすれば。まだ何の説明も。心配は無用じゃ。代行者はこの世界とお主の言う現実世界を自由に行き来することができるゆえ、また会えるぞ。すぐに連絡するよ。連絡ってどうやってですか。だいたい私まだあなたたちのこと何も聞いてないのに。わしはメフィス。僕はフェレス。この辺国を管理している悪魔だよ。全部夢だったらよかったのに。契約の紋章なんて勝手すぎます。隠さないと学校も行けない。うん。なにセレマ、普段から学校行かないくせにって言いたいの？うん。未来みたいなこと言わないで。未来、本当はいるんでしょ？お姉ちゃん、お腹空いたよ。未来の作るご飯食べたいよ。もう好き嫌いしないから。ポテト以外も食べるから。
新しいゲームダウンロードしたの。未来が好きそうなの。だから一緒にやろうよ。お願いだから返事してよ。するって言ったよね。フェレス、どうして私の連絡先を。そんなのどうでもいいよね。せっかくミライちゃんのこと教えてあげようと思ったのに。教えてください、今すぐ。僕のこと好き？ねえ、好き？ええ、好きですから教えてください。嬉しいな。録音しておけばよかった。未来ちゃんの肉体なんだけど、僕とメフィスが保管してるから。どういうことですか？蘇りに成功したら戻してあげる。それまで預かってるだけだよ。あとね、その間畑田未来は存在しないことになってるから。存在しないって？わからないなら未来ちゃんの知り合いに電話してみたら。あの私、畑田未来の姉で。未来です、畑田未来。知らない、そんなわけ。あ、いえ、そうですか、すみません。あの妹の未来の通話履歴を見てかけてるんですけど。あ、いえ、間違えました。須田下学園の中等部でしょうか。1年3組の畑田未来のことで。そうですか、お手数をおかけしました。誰も未来のことを覚えてなかった。お前は覚えてる？セレマ。そっか。鏡は扉、紋章は鍵じゃ。何ですかそれ。鏡の前に立てばわかるじゃろう。契約の代償である試練がどういうものかもの。切れちゃった。手首が熱い。何これ、イメージや言葉が頭に入り込んでくる。これが私の試練。紋章は鍵、メフィスの言葉、今なら理解できる。Thank you.
第一章、契約の代償。たとえどんな試練だとしても、私が頑張らないと。改めて見ても異様な世界ですね。本当にここって何なんですか？レイちゃん、僕に会いに来てくれたんだ。違います、妹のためです。どうでもよい。契約に基づきわしらのために働いてくれるならな。自宅の警備員から天国の警備員に転職？いい加減教えてください。私は何をすればいいんですか？さて、覚悟はできておるのかの？悪魔との契約じゃたやすくはないぞ。未来のためなら何だってします。何だって？楽しみ。お主にやってもらうことは二つじゃ。一つは以前話したように、イデアと呼ばれる結晶を七つ集めることじゃな。その方法はおのずとわかる。イデアはすべて、これも含め、お主に一旦預けておこう。よみがえりの際、すべて捧げてもらうがの。もう一つのお仕事はね、代行者であるための試練。この世界のお掃除、きれいきれいにすること。掃除ってどういうことですか？レイちゃんの言う怪物、勇者や勇気の胎児だよ。おっきいのから小さいのまで、全部レイちゃんの剣でぐっちゃぐちゃに潰せばいいの。勇者や勇気どもはこの世界の秩序を狂わせるからの。世界のシステムを正常に保つため必要なのじゃ。サービスとして未来ちゃんの魂が漂っていくはずの場所を選んであげるから。わかりました。どのみち私は拒否なんてできないんです。もう一度、未来の手をつかむためなら、勇者だろうと勇気だろうと何とだって戦います。ふむ、祝福の力は使いこなせておるようじゃな。大丈夫だよ、姉ちゃん。しばらくは僕たちが手取り足取り教えてあげるからね。前へ。はじめまして、理念強き人の子よ。私は、
蝶から人の姿が浮かんで見える。相手が強い意志を持つ存在の場合、本来の姿が見えることもあるんだよ。本来の姿。まあまあ、自己紹介の続きとしようよ。私はしがない行商人。必要なものがあれば集めたスピリットと引き換えに交換するよ。ご利用は何？またのご利用をお待ち。頭なでなでしてあげようか。いりません。それよりも教えてください、あの勇者や勇気は何なんですか？私は何と、なぜ戦ってるんですか？何でもない。お主の言う通り、ただの怪物じゃ。それにお主のなぜは、妹のよみがえりだけでは不足かの？これで最後ですか？気をつけた方がいいよ。頭に輪っかがあるでしょ。あれは勇者じゃなくて勇気だから。勇者といい、勇気といい、それが何か説明してくれる人はいないんですか？その方が面白いこともあってな。お主は気にせず、今まで通り倒せばよいだけじゃ。苦しくて、悲しくて、後悔してた。言葉を使って、こんなの、まるで。そう、怪物なんかじゃない、怪物なんかじゃなかった。一人の人間だった。私と同じ一人の人間。生まれたよ、キラキラのイデア。どういうことですか？お主を代行者にして正解だったということじゃね。怪物だって言いましたよね。なんでもない、ただの怪物だって。何を気にしておる。怪物が人間であったことがそんなにもショックか？声が聞こえたんです。
私の中に入ってきたんです。倒した時、魂のかけらに触れたのじゃな。気に病むことはない。元人間じゃ、奴らはすでに死んでおる。ただの死者じゃ。この世界には我らがつけた変獄という名があってね、死したる魂たちの輪廻転生のためあつらえた世界なのじゃ。集めた魂をね、再生の歯車って機構を使ってね、人格や記憶やいろいろと綺麗にクリーニングしてるんだ。詰まるところ、ここはいわゆる死後の世界なんじゃ。ここ死後の世界、信じられません。でも未来が死んでもその魂が残ってるのはそういう。だけどそっか、私人間をずっとこの手で、死者の感情が今もまだ出ていってくれない。残ってる体の中、苦しいのに。ならばもっと泣けばよい。泣いて涙と一緒に押し流せば気持ちよく楽になるよ。天国では自意識のある存在が劇場を伴って流した体液がイデアという特別な力を持つ結晶となることがあるのじゃ。私に泣き続けろと。こんな苦しくて嫌なことずっと続けろって言うんですか。妹を蘇りさせたければな。レイちゃんならきっと大丈夫だよ。もっともっと勇者も勇気も倒そうよ、切り裂こうよ。そしていっぱいいっぱいいっぱい苦しんで後悔して泣いてほしいな。まあよい、今日のところはな。望む望まないは関係ない。試練は果たしてもらう。わしらと契約したというのはそういうことじゃ。悪魔との契約だもんね。セレマ、慰めてくれるの？よしよし。新たな試練を追加しておいたぞ。それに伝えておくことがあってな。私にはないです。そう邪険にするな。天国は精神的な世界じゃ。
代行者の強さはそのものの精神力による。お主の思想が変国の武器や防具となるじゃろう。抱えた悲しみも葛藤も乗り越え、精神的に成長せよ。さすれば思想、いや己が思想は強化されていくじゃろう。整理しましょう。悲しみも苦しみも私の力に消化してみせる。心も頭も整理しましょう。気持ちではないですが、試練だとしても。